なんか、朝日新聞のね、サイトを見てたら、牛丼ね、この前からちょっと激しい、まあ、牛丼戦争ということで、吉野家、すき家、松屋ね、もうなんか値下げばっかりしてると。大丈夫かなと。まあそんな中で、吉野家がね、280円に、値下げしたかなと思ったら、なんていうんですか、すき家、松屋がね、250円に値下げしてきたということで、もうほんとなんかもう松屋は、全店舗で、250円ですか。まあ、ほんで、なんでまた牛丼の話かって、この間、僕松屋で、牛丼食べましてね。いや、まあ、全然、値下げしてること知らなかったんで、まあ、250円ということで、おお、すごいなと。で、なんか、しかもね、なんか、タレも、なんか、変わりました、みたいな、化学調味料を使用してないとか、なんか、いろいろ改良したみたいで、あ、どんなんやろうな、と思って、松屋に入ったんですけども、なんか、出してきたら、なんか、つゆだくでね、出してきてくれて、まあ、本当にそのタレのね、まあ、味を分かってもらおうという姿勢がね、気に入ったっていうか、いや、僕結構松屋とすき家はね、まあ、たまになんですけども、やっぱり結構行ってるなと。まあ、値下げした時とかね。まあ、吉野家っていうのは、あんまりその値下げには積極的じゃないとか、まあ、そういう体力がね、まあ、あんまりないっていうのもあるんでしょうけども、3回、並を食べて1回無料とかね。なんかそういう、ちょっとまどろっこしい、キャンペーンをね、しててね、やっぱり、すき家とか松屋の方がね、期間限定で、200何本とかって値下げしてくれた方が行きやすいということで、まあどうしてもやっぱすき家とかね、松屋に行ってしまうかなと思うんですけども、松屋の、まあ、つゆだくで、やってくれた牛丼はね、まあまあ美味しいかなと。まあでも言うても、200何本のね、まあ商品だからそこまでは、期待してないんですけども、やっぱり松屋が味噌汁もついて、まあなかなかいいかなと。まあ味噌汁も言うても、まあまあ、まあ200何本のね、まあそう、まあそれなりの僕は商品だとは思うんですけども、まあそれにしちゃね、やっぱ美味しいかなと。まあだから、すき家もね、なんか、結構郊外店とかが多くて、駅前にも、まあ最近増えてるんでしょうけども、なんか結構テーブル席が多くてね、やっぱ吉野家とか、松屋と比べると、なんか効率悪そうかなって思うんですけども、まあなんとその過去、最高益ですか、なんかすごい売り上げがあったみたいで、まあ一方の吉野家は最悪の赤字決算って、まあこれは、朝日が書いてるんですけども、まあでもね、まあ勝負あったかなと。まあそれはまあ吉野家がね、どんどん体力なくなってきたということで、まあ松屋とすき家はそらなんか必死になるかなと、思いますけどね。まあこれでまあ一応決着がついたという、ことなんですけども。まあねえ、まあもう、吉野家って昔はね、僕もよく行ってたんですけども、やっぱりなんか、ちょっと経営危機がね、ずっと前にあって、外資系の会社が引き継いだんですか？なんか僕よくわかりませんけども、なんか、いろんな定食とかね、まあ、あとなんか、牛肉のね、アメリカの、輸入問題とかで、ちょっと迷走しだしたかなと。なんかメニューを定食とかね、増やしだして、まあ、すき家とか松屋とかとあんまり変わらんようになってきたと。なんか差別化がね、図れなくなってきたっていうのが、やっぱり一番ね、なんか埋没してしまった、原因かなって、思うんですけどね。だからまあ僕はもう吉野家はね、ちょっとアメリカの、牛肉にこだわりすぎたのが、やっぱり、まあ、ここまでに至るね、敗因かなと、やっぱ思いましたね。ただでさえ問題のあった、アメリカの牛肉っていうのにね、そこまでこだわる必要はね、僕は全然なかったと思うんですけどね。まあ、これから頑張ってほしいですけどね。まあ、どうなるかわかりませんけども。まあ、ただ、これちょっと言っときたいのはね、やっぱ、つゆだくのね、まあ、松屋は、今、つゆだくで出してくれて
てるのかね、僕だけじゃないと思うんですけど、まあ、つゆだくってね、あんまり頼みにくいんでね、もうなんていうんですか、そのメニューに変えといてくれと、なんか裏メニューみたいな感じでこっちからつゆだく言わなあかんとかね、もうそんなあんまり言いたくないんですよね、なんか恥ずかしいしみたいな、だからまあメニューに、つゆだくとかね、なんか玉ねぎ抜きとか、なんかそういうの書いといてくれると、嬉しいかなと、思いましたね。まああとまあそんな感じでしょうかね。あとまあ生姜とかもね、なんかたまに、吉野家とか松屋に行ったらね、山盛りで生姜入れてるやつがいてるんですけども、まあそういうやつにもなんか教育的指導みたいなのが必要かなと、思ったりするんですけど、まあそれはまあどうでもいいということで。